皆さんこんにちは、ゆりやと申します。それではときめも GS 実況つるきからやっていきましょう。現在のパラメーターはこんな感じです。やっとすべて100以上になりました。あ、わたるくんだ。一緒に帰ろう、わたるくん。はぁ、こんなところで会うなんて奇遇っすね。そうだね、一緒に帰らない？自分が先輩のお誘いを断るはずがないっすよ。じゃあ行こう。そういえばもうすぐ冬休みだね。何か予定はあるの？冬の厳しさは男の精神を鍛えるのにはもってこいっすから。ほう、修行でもするの？そっか、頑張ってね。なんだか寒そうだけど。というようなことを話しながら下校した。もしもし、騎乗やけど。あー、騎乗くん？私、黒宮ユリアだけど。おう、どないしたんや、急に。23お休みか。来週、臨海地区の臨海公園に行こう。来週、臨海公園に行かない？あー、その日はもう連れと遊ぶ約束してんねん。そっか、だったら仕方ないね。ほんまは女の子の方がええけど、男の友情も大事や。すまん、また今度誘ってな。うん、また今度。残念。今日は天の橋さんの家で開かれるクリスマスパーティーにお呼ばれしてるんだっけ。パーティーでプレゼント交換会があるって言ってたっけ。早速買いに行かなくちゃ。何にしようかな。10リッチのもの。そうだな、ドクロクマあるじゃん。1分の1ドクロクマ、1分の1ってなんだろう。これにしよう。1分の1ドクロクマを買います。さて、プレゼントも買ったし、一郎家に戻って着替えよう。クリスマスパーティーには何を着ていこうかな。こちらのドレス、そしてアクセサリーは日比谷くんからのプレゼント。オッケー、準備オッケー、クリスマスパーティーに出発。あ、天の橋さんが出てきた。紳士淑女の皆さん、本日はようこそこの天の橋邸へ。今夜は皆さんとこの聖なる夜を過ごすことができてとても光栄です。皆さん、どうぞ今夜はくつろいだ楽しいひとときを心ゆくまでお楽しみください。メリークリスマス。メリークリスマス。あ、ナッチン、メリークリスマス。はっ、かわいいじゃん。その格好あんたにすっごく似合ってる。ありがとう。そうかな。あたしもそういうのにしとけばよかった。ナッチンもすごい似合ってるよ。ナッチンに褒められちゃった。お、あ、はい。それって壁際に立ってても自分すぐ発見したっすよ。本当？あ、わたるくん、どうですか今日の自分の格好。あずき先輩地区に決めてみたんす。とっても似合ってるよ。そうなの？ありがとうございます。先輩のクールな評価、自分参考にさせてもらってます。あ、あなたもいらしてたんですね。うん。あ、森村くんも来てたんだ。それでは他の方にも挨拶をしてきますので。メリークリスマス。メリークリスマス。お、君も出席していたのか。いやいや、氷室先生の好感度がなんで高いのかわからないんだけど。氷室先生。それでは私は職員席に戻る。パーティーだからといってあまり羽目を外さないように。はい。失敬。
あ、プレゼント交換会が始まるみたい。誰のプレゼントが回ってくるんだろう。どうせなら日比谷くん。おおほっほ、君にはこのプレゼントをあげよう。メリークリスマス。プレゼントは何だろう。開けてみよっと。羽ばたき師丸わかりガイド完全版。完全版。これはもしかしなくても。わたるくん。あ、先輩、あれ、それ自分が交換会に出した品物っすよ。そうなの。いや、こんな偶然ってあるんですね。実はそれ、先輩のことを考えて買ったんす。お、そうなんだ。本当？あ、わたるくんが持ってるの、私が出したの。あ、本当っすか。じゃあクリスマスの魔法かもしれないっすね。そうかもしれないね。そうかも、不思議だね。自分これちょうど欲しかったんす。どうしてわかったんですか。ドクロクマだから。あ、そうか、先輩と自分心が通じ合ってるんですね。やった、バッチリ喜んでもらえたみたい。お、はい。ちょっといいっすか。何？わたるくん、どうしたの。退屈なパーティーなんて二人でフェードアウト、とびきりのディナーでホーリーナイトです。それどこで引用してきたの。ん？あの、自分これからクリスマスディナーにご招待します。ディナー？もう食べてるけどね。ん？え、もしかしてあのバー？誠に申し訳ありません。本日はご予約のお客様で満席となっておりまして。あ、本当に抜け出してレストラン行ったんだ。そして満席か。まあそうだよね。予約？あのね、こういうお店には予約が必要なんだよ。今日はクリスマスだし。そんな、じゃあ自分お店の人にお願いしてみますから。一生懸命お願いすればきっと。いや無理だよ。ああ、やっぱりどこも空いてなかったね。なんかすごい切ない。すみません、自分がつまんない見栄を張らなければ今頃。ううん、私のことを思ってやってくれたんでしょ。本当、自分はダメなやつです。せっかくのクリスマスイブなのに先輩にこんな。イビア君、落ち込まないで。ワタル君、自分でもよくわかってるんです。先輩のことを喜ばせようって頑張れば頑張るほどうまくいかなくなって。そういう時あるよ。ねえ、ワタル君は私を喜ばせようとしてくれたんでしょ。はい、もちろんです。でも自分は。それだけで嬉しいよ。じゃあそれがクリスマスの贈り物ね。そうしよう。先輩、元気出して。メリークリスマス。メリークリスマス。なんか切ないけどいいね。自分もたった今先輩からの贈り物をいただきました。ずっと大切にします。こうして2004年のクリスマスイブは終わった。あれ、誰だろう。もしもし。あ、はい。あ、自分、日比谷っす。あれ、わたるくん、どうしたの。先輩、あの、今度の日曜日って空いてますか。空いてるよ。うん、特に予定はないけど。先輩、自分の家に遊びに行きませんか。行く。食べ物をたくさん用意しとくっす。行きます。うん。めちゃめちゃ嬉しいっす。先輩、キャンセルはなしですよ。わかってる。じゃあ今度の日曜日家の前でね。了解っす。楽しい一日になるように自分頑張りますから。わたるくんにデートに誘われちゃった。しかもお家に。今日は日比谷くんのお家へ行きます。洋服は前のに
戻しましょう。アクセサリーはこれでいっか。オッケー。ごめん、待った？あ、いえ、全然気にしてないっす。自分、先輩のことを待つの好きなんす。そうなの？はい。それって、自分がプレゼントした。あ、これ？うん、そうだよ。感激っす。自分、ますます先輩にメロメロになっちゃいますよ。わたるくん、嬉しそう。身につけてきてよかった。ようこそ。自分、日比谷わたるっす。うん、知ってるよ。うん、知ってるよ。上がっていい？あ、すいません。どうぞ。お邪魔します。あの、すみません、ちょっと散らかってて恥ずかしいっす。え？どこが？どこが散らかってんの？むしろ綺麗だよ。もう私が片付けてあげる。あ、ネズミ、ドラえもん。男の子なんてみんなこうじゃない？上はおせっかいかな。いや、ネズミっていう嘘をつくのはね。下、いやー、なんかこれはさ、他の男の家に行ったと勘違いされちゃうから上かな。もう私が片付けてあげる。ありがとうございます。でも先輩は座っててください。自分がやりますから。お、いい方向に行った。うん、いい感じだよね。今日は誘ってくれてありがとう。楽しい一日だったよ。自分もめちゃめちゃ楽しかったっす。近いうちにまた誘いますから付き合ってください。うん、もちろんもちろん、楽しみに待ってるね。自分が家までお送りします。何があっても無事送り届けてみせますから。いいの？ありがとう。じゃあここで。うわ、誰？葉月くんか。ありがとう、わたるくん、うちまで。あー、電話。ちょっと待って。はい、もしもし。葉月だ。今、いいか？当たっちゃったよ、ダメです。ごめん、後でかけ直すね。なんかあったんすか？うん、ちょっとね。友達からだったんだけど。友達っすか。ああ、わたるくん、うちまで送ってくれてありがとう。はい、それじゃまた。うん、またね。葉月くんに悪いことしちゃったかな。ちゃんと連絡した方がいいかも。さ、今日から新しい一年の始まり。よ、姉ちゃん、年賀状届けに来たぞ。ありがとう。はい、ご苦労様。あれ、今年は部屋に勝手に入っても文句言わないのか？言った方がいい？いや、いいです。はいはい、出た出た。うわ、さてと、誰からかな。あ、こりゃ、わたるくんの芋版が目印。芋版好きなのかな。嘘、いつ？あれ、誰だろう。はい、新年明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。あ、わたるくん、どうしたの？あの、自分、先輩と一緒に初詣に行きたいと思って、それで電話したんですけど。嬉しい、一緒に行こう。うん、一緒に行こう。やったー、ダッシュで迎えに行きますから、待っててください。ちょっと待って、私晴れ着に着替えるから、もうちょっとゆっくりでもいいよ。うん、じゃあ待ってるね。急いで着替える。さてと、何着ていこうかな。晴れ着、アクセサリーはこれでよし。オッケー。改めまして、明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。はい、明
けましておめでとうございます。さすが先輩、晴れ着もよく似合いますね。年賀状の CM みたいっす。本当に？ありがとう。本当？ありがとう。よかった、来た甲斐があったな。やっぱりお正月はすごい人混みだね。押しつぶされちゃいそう。ちら。はい、先輩のことは自分が守ります。うん、じゃあ手つないでくれる？この日のために電車や街の人混みで特訓してきたんす。そうなんだ。そうなの？じゃあ頼りにしてるね。さて何をお願いしようかな。さて今回どうしよう。恋愛はもういいと思うんだよな。学業も結構いいし。じゃあ残るは健康？じゃあ今回は健康成就で。今年も一年健康でいられますように。その願い叶えて死んぜよ。あれ、今叶いそうな気がした。自分今年の運試しをしたいっす。一緒におみくじを引いてもらえないっすか？いいよ。どうしようかな。もちろん引こう。ありがとうございます。自分この日のために特訓したんす。どんな特訓よ。特訓って？どれどれ、私の今年の運勢はっと。大吉！今年はいい年になりそう。渡るくんはどうだったんだろう。また吉でした。自分やっぱり今年は大吉が良かったっす。でも吉もいいと思うよ。来年の楽しみに取っておけばいいよ。来年？来年っすか？はい、楽しみにしてます。先輩と高校に通えるのもあと少しなんですね。そうだね。あと2ヶ月なんだね。早いね。残り短い時間ですけど、でも今まで以上に充実したものにしようってそう思うんす。そうだね、そうなるように頑張らなきゃね。一年の計は元旦にありっす。今年は幸先の良い元旦になりました。今年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。こちらこそよろしく。こうして新しい一年が始まった。お、ストレスがかなり減った。はい。ああ、葉月くん、黒宮ユリアだけど。お前か、何か用か？なんで好感度が上がってるんだよ。来週臨海地区の臨海公園に行こう。来週臨海公園に行かない？特に予定もない。別に行っても構わない。本当？それじゃあ来週新羽畑駅ね。わかった。よし、早く来週が来ないかな。ふう、今日も頑張って働いたから疲れた。お疲れ様。お疲れ様です。あ、お疲れ様です、店長。君よく働いてくれるから、ほんとうちの店助かってるよ。そこで相談なんだけど。はい。もしよければ、学校を卒業したらうちの店に就職しないかい？考えておいてくれよ。あ、はい。は、はい。このお店に就職か。ずいぶんここでアルバイトしてきたけど、どうしようかな。今日は葉月くんとデートです。洋服は前のに戻しましょう。アクセサリーは最初に戻すか。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。葉月くんは、あ、いた。ごめん遅れちゃって。待った？ああ、かなり。冗談。俺も今来た。なんかこのやりとりすっごい懐かしい。その服、
あ、何ですか？ん？この格好？あ、似合うな。へえ、スポーティー系も好きなんだ。葉月くん、この服割と好きみたい。よかった。今日はそうだな、大観覧車に乗らない？そうだな。でかいな。観覧車楽しかったか？いい眺めだったね。まるで大空に浮かんでる気分だったね。後ろのカップルすごかったね。いい眺めだったね。ああ、ずいぶん遠くまで見渡せたな。もう一周したい気分だ。あ、そうなの？やったね、バッチリ好印象。飽きないやつだな、お前。おかげで今日楽しめた。また呼べよ。俺、送ってやる。いや、いいです。まだ明るいから、一人で帰れます。送ってくれてありがとう。いや。電話、ちょっと待って。もしもし。あの、ごめんなさい。やっぱりいいです。これさ、学力が高いから森村くんから電話かかってくんのかな。ちょっと？いいのか？多分。多分。そうか。なんか、大変そうだな、お前。日比谷くんに電話かけられないよ。じゃあ。じゃあね。じゃあね。もしかして森村くんに悪いことしちゃったかな。ちゃんと連絡した方がいいかも。もしもし。ああ、森村くん？私、黒宮ゆりやだけど。はい。どうしましたか？あのね。来週、羽ばたき山の、羽ばたき山に行こう。来週、山にスキーしに行かない？はい、ぜひ、よろしくお願いします。じゃあ、来週バス停で待ってるから。わかりました。楽しみだな。あ、いえ、それでは。やった。早く来週が来ないかな。今日は森村くんとデートです。洋服はこのままで。アクセサリーもこのままでいっか。オッケー。ごめん、待った？そんなに走らなくても大丈夫ですよ。僕もさっき着いたばかりなんです。みんな上手に滑ってるな。置いてかないでくださいね。すっごい自信なさげ。おー、かわいい。随分と高いんですね、ここ。スキーは得意なんですか？得意だよ。と、その前に、めっちゃかわいい。これ自分で持ってきたのかな、それとも借りたのかな。だとしてもかわいい。スキーなら任せて。すごいですね。じゃあ僕も滑り方を教わろうかな。いい感じだよね。今日はとっても楽しい一日でした。また遊びに行きましょうね。もう少し一緒にさせてください。いえ、よかったら家まで送らせてください。いや、まだ明るいから一人で帰れるよ。大丈夫よ。ありがとう、家まで送ってくれて。お礼なんて、こちらこそ感謝してるんです。では、僕はこれで。
またね。森原くんに送ってもらっちゃった。いらっしゃいませ。あ、わたるくん。はい。来てくれたんだ。注文何にする？はい。先輩のスマイル一つ。スマイルですか？これら、おかしいっすね。ううん、あんまりおかしくないって。え、先輩の知り合いに今みたいに言えば絶対受けるって聞いたんすけど。多分冗談だと思うよ。そういうことを言いそうな人ってあの人かな。はい、ヒビアス。ああ、私今大丈夫？先輩、あの電話もらえてすごく嬉しいっす。自分は今日も頑張ってるっすよ。なんかご用ですか？うん、来週羽ばたき山の動物園に行こう。来週動物園に行かない？あ、もちろん OK っすよ。一日中空いてるっす。やった。じゃあ来週バス停で待ってるから遅れちゃダメだよ。了解っす。遅刻しないように前日から泊まり込みます。いや、いいよ。いやそこまでしなくてもいいけど。やった。早く来週が来ないかな。今日は日比谷くんとデートです。洋服はこのままで、アクセサリーもこのままでいっか。オッケー。ごめん、待った？あ、いえ、全然気にしてないっす。自分、先輩のことを待つの好きなんす。そうなの？はい。今日の格好すごくいいっすね。自分、そういうの大好きなんす。ありがとう。褒められちゃった。今日はライオンの赤ちゃんを見よう。はあ、知ってます。今大人気っすよね。自分も見たかったんす。じゃあ行こう。じゃあ見に行こう。あ、先輩いました。ライオンの赤ちゃん。よく見るとちょっと怖いね。渡るくんと似てるよ。かわいい。家に連れて帰る。真ん中かな。渡るくんと似てるよ。あ、そうっすか。自分もそんな気がしますよ。大物の風格っていうか。いや、私はそんな風に言ったつもりじゃなかったんだけどな。やったね、バッチリ好印象。今日はすごく楽しかったっす。今度は自分の方から誘ってもいいですか？いいよ、もちろん。楽しみにしてるね。あの、もしよかったらあと少しだけどこかに寄っていきませんか？いいよ。うん、そうしよう。はい、じゃあ行きましょう。うん。ところで、わたるくん。あ、なんすか？好きな食べ物って何？わたるくんは食べ物の好みってあるの？手料理作ってくれるんすか？まあ、いいよ。自分の好きなのはやっぱカレーとかパスタですかね。あ、和食も嫌いじゃないっす。うん、なるほど。めちゃめちゃ楽しみっす。ありがとう、家まで送ってくれて。いや、男として当然のことをしただけっす。じゃあまた。うん、またね。わたるくんに家まで送ってもらっちゃった。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。